はい、こんばんは。こんにちは。Xbox One で遊ぶ Final Fantasy XV 体験版第6話ね、やっていきたいと思います。前回このフォッシオの洞窟、どんどん奥に来てね、結構来ましたね。もうすぐですね、もうすぐ最深部に着こうとしているところです。結構ね、ゴブリンの集団と戦ったり、結構ギリギリ、なんか仲間も1人2人死んでね、でもなんか、大丈夫かとかやると復活するんで、なんとなく来てます。で、こっから最終部ですね。ボス戦。ここ、これは。これは。高く売れるんじゃねえの？おーっと、召喚獣が。力が。何なんです？何よ。新たな星の力がノクティスに宿った。ノクティスの HP0 になった時、ラムーが召喚条件が体験版専用のものになっていたため、召喚で倒した時からは経験値とアイテムを取得しません。はい、あー便利ですね。用事が終わったら外出れるって感じですね。ほう、お金稼ぎじゃなかったですね。はい、セーブします。いやー、リトライポイント保存できます。はー、空気うまー。よし、そんな感じでね、クエストキャンプ地点、もうクエストがね、スモークアイの、あ、召喚なのでスモークアイを倒す。なるほどね。これで倒せるってことですね、スモークアイが。わかりました。じゃあですね、スモークアイ、じゃあですね、どうしよう。宿泊地、いいえ、とりあえずね、キャンプに行きたいんですよね。目的地、目的設定、キャンプ拠点、まあいっか、直接行っちゃおうか。じゃあ直接ね、行きます。もうベヒーモスやっちゃいます。召喚獣でも何でも使って、経験値が入らないってことなんですけど、まあまだ召喚使わないよ。オッケー、復活。びっくりしたね。ヘビースラッサーにしよう。オッケー、案外強いんだねこいつ。びっくりしちゃった。
やっと終わった。いやまあちょっとバトルも長かったんで、手前のキャンプ場で一休みしてから行きますか。レベルもきっと上がるね。ここの上だよね。おっと、2個発見。思い出の帰り。夜にならないとダメなのか。キャンプはできないってことね。まあいいや、どうせ倒せるから行きましょうか。いて、やっぱダメージ受けるのね。この通りでね、帝国兵がね結構いたりするんでね。よいしょよいしょ。じゃあ行きますか。ベヒーモス、おうおう、イエーイエーイエーイイエーイ。壮絶。さあ、怖かったけどね、もうラムがいるから怖くない。どっから行けんだろう。まあしょうがない。これなら余裕。余裕。行くって感じ。まあいいや。しょうがない。最後だ。シフトをアタックしてエビスラスト。予想通り。一段落ってやつだな。向かいましょう。まさか
ビースラスト。とどめ。とどめだ。こっちの方角か。どっからか入れんのかな。さっきなんか下くぐって出てきたりしたけどね。もしかして外に出てるとか。ベヒモス、ちょっとここ登ってくるね。無理か。あ、ここから行けるっぽいね。おっしゃ、到着。どこいる？痛い痛い痛い。修理代もなんとかなる。え、角が残ってればね。本気で涙でさ。じゃ、シドニーのとこへ向かおうぜ。はいはい、セーブします。ベヒーモスの角は高値で売れる。修理費用をしっかり賄えるだろう。OK。目的設定ですね。あ、おお、スタンドショップ行こう。あ、もうすげえ、見てこれ、焦げ焦げですわ。しかし卵がどのコーナーみたいな。よし、行こっか。いやー、ファントムソード使ってもね、あの強いですね、やっぱり。オッケー、出よう。よいしょ。
道はまっすぐですね。これでチョコボも効くようになるんですよね。使えるようになるんですよね。よし、ちょっと夜になりそうなんで、キャンプ場に向かいましょう。バイクがぐるぐるって言ってるよね。こういう普通の時は使えないんだね、あのシフトが。まあ一回この辺ちょっと倒しとくか。悪かったって。あれ攻撃してこないんだけど。あれ。バグってるよね多分ね。さっき今までだと攻撃したら戦闘も敵になったもんね。セロ。まあいいや。ここだよねキャンプは。キャンプするにはまだ早いか。どこまで続いてんだろう。走ってんのが辛くなってくるな。気分いいじゃねえか。あ、目的地がちょうどここから見えますね。とりあえずここでキャンプしましょう。休むか。早いけどね、ビヒモスやったしね。なんか毎日シチューじゃね。今日変わんのかな。シチュー絶好調。よっしゃ、イエイ。レベルもちょっとずつ追いついてきてますね、グラディオラスとかイグニスにね。イエーイ。行くぞ。行くぞ。あ、あっちですね。よし。結構ね、500m か距離あるね。確認？あ。いや。いや。気付けろよ。おノクト、お見てくれ。わかった。なんだろう。ノクト、これ見ろ。どうよ。猛獣到達。こっちにもモンスターいるじゃん。よし、戦ってこいよ。いや、俺だけ行くとかないでしょ。うりゃ。とどめ。いてててて。やば。調子いいじゃねえか。当然。びっくりしたもん。イギリス、頼むぞ。修羅場になってる。
気ぃつけろよ。よっ、すまない。召喚呼んじゃおうか。呼んじゃった、呼んじゃったよ。また呼んじゃったよ。めっちゃ呼ぶよ。出てくるだけのことはあるね。すげえな。ふう。でいいとして、目的地サブクエスト、クエストで凍結に荒らされた廃屋ってとこ行きましょう。くるーっと見ました。あそこですね。行きましょう。これが凍結注意、猛獣凍結注意。いやー、まさかね、提督軍も一緒に来るとは思わなかったね。これなら余裕。さっさと片付けようぜ。ヘビースラスト撃ったな。わかったって。さすがイグニス。当然だ。何もなしか。まあじゃあこのまま、目的地に行きましょう。なんかちょっとでかいやついるね。色違いもいるね。でけえな。なんで襲ってくるの？
またテイクだね。パリーがもう苦手だな。途中までの経験値はもらえるんで、いやーてだから、こいつらだけじゃなくて、協力がなければ危なかったな。危なかったよ本当に。帝国軍も来るからね、それが厄介なんだよね。はい、じゃあもうさっさと行きましょう目的地へ。商店にね。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もだ。また危ないんだか本当に。見えてきた。スタンドってどこも同じ感じなんだな。同じっつうか旧世代の形だろあれ。オートでは確かに見なかったし。あの空気がいいよね。ほらドレイン、そんなの、いことだ。いてててて、それはい、てやっとごめん。オッケー、無事に済んだ。余裕って感じ。まあ余裕だ。 GS 行こう。 GS
ほんと危ないからね。いやー長かったと金に変えようよ。ベヒーモスの角。うん。やっと着いたな。俺もう動けません。しばらくここで休みますよね。はは。休む休む。私もさすがに疲れたよ。到着。やった。やっと車が戻ってくる。この金で合流すんのもあるよね。やめておけ。アイス。したよ。ああ。うん。はい、時間的にもちょうどいいんでね、今回はここで動画切りたいと思います。シドニーちゃんに会いに行く、そんな感じですね、次はね。お疲れ様でした。